チャオ、あっちゃんです。今日1月31日、あっちゃんの、お昼ご飯作っていきたいと思います。はい、では作っていきます。ご飯、ちょっとだけ残ってますね。はい、ご飯を飯をフライパンの中に入れて、ミルク、適当で、ご飯を溶かしていきます。キノコのブイヨンの残り、もうちょっとだけ、もうないから使ってしまう。大して味は変わらないと思うけど。ここにね、アボカド。チリコンガン。味は適当につけましょう。何につけようかな。オイスターソースをちょっと入れて、で塩。全然まだ味つけてないよ。あ、もう全然これでいいわ。ベースこれでいいや。じゃあちょっと煮詰めていきましょう。とろみをつけて、ちょっとミルク入れすぎた。はい、で耐熱容器に。耐熱容器にこれ入れて、チーズ乗せて焼きましょう。はい、できました。はい、こんな感じで食べましょう。ではいただきます。いただきます。
うん、美味しい。そのお弁当の残り、アボカド、うん、熱入れたアボカド、うん、おいしい。アボカド熱入れることで栄養素がいっぱい取れんねって、熱入れて使った方がええってテレビで撮って、朝一で言うとって、うん、熱い口の中やけどするわ。うん、熱くって喋られへん味は美味しいよ、うん、あ、こぼしちゃった。なんかね
でではないと思うんやけど疲れちゃった。あるやな、企業もね。一生懸命元気っていうか、うん、なんかテンション上げたら上がらへんね、ごめんね。まあこんな日もありやと思ってください。体調が悪いわけでもない、ちょっといろいろと考えとってね、うん。一生懸命テンション、喋られへん。みんなに心配かけることじゃないねんで、うん、いろいろとたまったかもわからへん。動画のことじゃないし、プライベートのことでもない。まあプライベートのことやねんけど、うちの家族とかそんなんじゃないねんけどね、いろいろとこう、うん、何でも言えへん。ごめんね。まあ明日には元気になってると思う。いや、夜の晩ご飯には元気になってるかもわからんけど、
サラダにアボカド美味しいね。このあったかアボカドもね、とろけて美味しい。見てくださいけど、酸っぱい系のソースにアボカド合わせるガチャンは好きやけどね。完食しました。ちょっと元気ないけど、まあご飯食べて今日も午後から何かしましょう。喉が痛いのがね、声出えへんのもあって、どんなもんが重なってね、ちょっとしんどい。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、残り物とチリコンカンで作った、リゾ、ドリア、美味しかったです。美味しいけどもね、ちょっとねテンション上がって頑張っていくしかないんで、ね、頑張っていきましょう。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、ドリア、良かったよと思ってくれた高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではちょっと昼からちょっとね、来客あるからね、準備しないといけないんだけど、まあ準備でもこの格好で対応でいいんだけどね。まあまたいつかお話しする日が来たらお話しましょう。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。ちょっとなんか精神的に。